ブリストル飛行機はかつてのイギリスの主要な飛行機製造会社である。1956年ブリストルエアクラフトとブリストルエアロエンジンに分割した。1959年ブリストル航空機は BAC に合併された。同時にブリストルエアロエンジンもアームストロングシドレーと合併されブリストルシドレーになった。BAC は国営のブリティッシュエアロスペースの主要構成し、 現在のベーシステムズに至る。ブリストルシドレーは1966年、ロールスロイスに買収されその後も、ブリストルシドレー時代に開発されたエンジンの生産、販売は継続された。BAC、ブリストルはフィルトンにある、創業時の名称である、ブリティッシュコロニアル飛行機会社は1910年、ブリストルのフィルトンにおいて、航空機製造を目的として、 ブリストル鉄道会社の持ち主であるサー・ジョージ・ホワイトが創業した。そのため、当時の航空機会社のほとんどが熱意のみ旺盛で、資金や組織が不十分であったのと異なり、ブリティッシュコロニアル社はその初めから豊富な資金と事業組織を備えていた。同社の最初の企画は、ボアザン兄弟のゾディアックボックスカイト服用機のライセンス生産と改良だった。 その成果は1910年3月にオリンピアで行われた航空ショーで公開されたが、ゾディアックはパワー不足がはだしく、飛行することができなかった。ブリストルの設計の最初の成功例である、ブリストレボックスカイトの生産は、1910年6月、フィルトンの電車格納庫で開始された。1ヶ月後に、同社はロンドン近郊のブルックランズと、 ソールズベリー平原のラークヒルを拠点にする航空学校を作った。この飛行学校は1910年から1914年にかけての間世界で最高のものであった。1914年までに発行された664の王立飛行クラブの証明書のうちの308件はこの学校で得られたものである。会社は急速に規模を拡張し、 第一次世界大戦の勃発前には従業員数200人を数えるまでになった。1912年1月から1914年10月までルーマニアの技術者であるアンリ・コアンダが主任設計者を務めた。コアンダの後を継いだのはフランク・バーンウェルであり、彼は後に世界のトップクラスの航空技術者の一人に数えられるまでになった。バーンウェルの初期の設計の一つである。 ブリストルスカウトはイギリス軍に採用された最初の戦闘機の一つである。戦争後期に量産されたブリストルファイター複座戦闘機は王立航空隊、後のイギリス空軍の主力機となった。大戦の終わりまでに会社の従業員は3000人を越し、工場はフィルトンとブリスリントンにあった。生産された飛行機は皆ブリストルの名前で呼ばれていたため、 1920年、ブリティッシュコロニアル社は生産されて、会社の名前も、ブリストル飛行機社となった。この時、ブリストル飛行機社は、経営不振だったコスモスエンジニアリング社を買収し、ブリストルエンジン社と改名して、航空エンジン開発の中核に据えた。両大戦艦におけるブリストル社の主力製品は、1918年から1935年に、 かけて、イギリス空軍の主力戦闘機だった、ブリストルブルドック戦闘機である。この時期、ブリストルは全構成の機体構造で名高く、航空機製作に普通使われる、警報金より鋼を好んだ。ブリストルの機体は部分ごとに細分された、高張力鋼で構成され、ブリストル自社製のエンジンで飛行した。1935年6月15日に、ブリストル飛行機は上場会社になった。 この時点で従業員数は4200名を数え大部分はエンジン工場で働いていてその年の5月に政府から命じられた大規模な軍備拡張計画によく応えたこの時期のイギリス空軍の拡張に対するブリストルの最も重要な貢献はブレニム系爆撃機である1938年8月にフランク・バーンウェルは小型飛行機の事故で亡くなりレスリーフリーズが 主任技師となった。1939年に第二次世界大戦が始まった時には、フィルトンのブリストル工場は25ヘクタールの面積を持ち、単一の航空機製造施設としては世界最大のものとなっていた。第二次世界大戦の期間にブリストルが生産した最も重要な航空機は、複雑創発のボーファイターである。ボーファイターは長距離戦闘機、夜間迎撃機、 地上攻撃機、そして来撃機として広範囲に活躍した。そしてイギリス空軍のみならず、イギリス連邦諸国の空軍やアメリカ陸軍航空隊にも使用された。ボーファイターは以前に開発されたボーフォート来撃機から発展したものである。1940年には、ボーファイター生産のための工場がウェストン・スーパーメアに建設された。会社の戦時生産本部は、 王立西イングランドアカデミーに置かれていた。戦争が終わると、ブリストル社は、ウエストンスーパーメア工場を分離して、ヘリコプター部門とし、ヘリコプターの先駆者、ラウル・ハフナーがその部門を率いた。ブリストルのヘリコプター部門は1960年に、ウエストランド社によって買収された。自動車製造もまた戦後に発展した部門である。ブリストルカーズは、 戦前の BMW の設計を基礎として新たに、ブリストル400を製作した。これから発達したエンジンは、クーパー、フレーザーナッシュ、AC といった他社の傑作者にも供給され、また、ブリストル自身の開発したスポーツプロトタイプカー、ブリストル450は、ルマン24時間レースにおいて1954年と1955年にクラス優勝を果たした。 ブリストルカーズは1960年に独立した。当時、イギリスの航空機産業の合併による再編が進んでいたが、ブリストル社は相変わらず、フィルトンに本拠を置いていた。プレハブ建築、船、およびその他のプラスチックと複合材料の生産も、戦後間もなく進出した部門であったが、これらは結局売却された。ブリストルは、ブラバゾン委員会の報告に基づく、 戦後のイギリス民間航空の一新に関わった。1949年、その時点で世界最大の飛行機だった大型旅客機、ブラバゾン試作機は初飛行を行ったが、ブラバゾン旅客機のプロジェクトは民間航空の発展に関して方向性を誤っており、結局1953年にキャンセルされてしまった。一方、並行して開発していたターボプロップ旅客機、 ブリタニアは大きな成功を収め、また輸送機ブリストルフレーターも1950年代に多数生産された。ブリストルはまたベルベディアやシカモアなどのヘリコプターの開発と量産もいった。戦後の活動としては他にミサイル開発があり、ブリストルはブラッドハウンド対空ミサイルの生産を行った。ブリストル航空エンジン車はミサイルのためのロケットエンジンや ラムジェットエンジンの開発まで手を広げた誘導兵器部門は後にまだの一部となった。1950年代後期にブリストル社は超音速旅客機の研究に着手したが、それはコンコルド計画に貢献するためにはいささか遅かった。研究機ブリストル188はマッハ2.0で飛行するための機体材料としてステンレススチールの実現可能性をテストするために 1950年代に製作された。この飛行機は1962年に飛行したが、その時点では、ブリストル飛行機会社は、すでに BAC の一部となっていた。1959年に、ブリストルは、政府の方針によって強制的に、イングリッシュエレクトリック、ハンティング航空機及びビッカース・アームストロングの各社と合併させられ、 ブリティッシュエアクラフトコーポレーションが誕生した。1977年にはさらにスコティッシュ、アビエーションとホーカーシドレーの2社を加えて国営化され、ブリティッシュエアロスペースとなった。BAE は後にベーシステムズとなった。ブリーストルエンジン社はもともとは第一次世界大戦以前からあった自動車メーカー、ブラジルストレーカー社の後ろ身のコスモスエンジニアリングという別個の会社だった。 1917年にコスモス社は空冷星型エンジン開発の依頼を受けた。それは後にブリストルマーキュリーとなる二重星型14気筒のものであった。彼らはこれを1918年に完成させたが注文はわずかだった。しかしより小型でよりシンプルな星型9気筒のタイプは大きな成功を収めた。このエンジンはブリストルジュピターとして知られている。 第一次世界大戦後、軍需が急速に減ったことにより、コスモスエンジニアリングは、経営危機に瀕した。航空省は、ブリストル飛行機が、コスモス社を買収するように促した。ジュピターは1920年代を通して、アームストロングシドレージャガーと争ったが、ブリストル社は、その設計により多くの力を継ぎ込み、結果として、1929年には、ジュピターが、 明らかに優位に立っていた。1930年代には彼らはスリーブバルブ原理に基づく新たな星型エンジンの系列を開発し、それは世界で最も強力なピストンエンジンに発達して1960年代まで販売されていた。1956年にエンジン部門はブリストルエアロエンジンと名を変えたが、ブリストルの機体製造部門が他社と合併して、 BAC を作ったのと同じように、1958年にアームストロングシドレー社と合併して、ブリストルシドレーとなった。1966年、ブリストルシドレーは、ロールスロイスによって買収され、ロールスロイスは、イギリス唯一の大規模航空エンジン企業となった。ロールスロイスは、ブリストルシドレーによって開発されたエンジンについても、 ロールスロイスブランドで生産することとしたため、オリンパスターボジェットエンジンやペガサスエンジンも皆、ロールスロイスの名を冠することとなった。ブリストルによって与えられた古典的な名称は、イギリスの河川の名前から付けられるロールスロイス社の製品の中で、かろうじてその由来を示している。ブリストルボックスカイトの複製、現在はブリストル私立博物館、美術館で展示されている。 英国防大臣が1983年にフィルトンの工場を訪問した。このブリストル・ブリタニアは民間旅客機として BOAC、ブリティッシュ・イーグルとスペイン航空で飛行した。ブリストル・ベルベデアはタンデムローター式のヘリコプターで空軍の多目的ヘリコプターとして設計され26機が生産された。第1次世界大戦前、編集第一次世界大戦時。 編集戦艦機、編集第二次世界大戦時、編集戦後、編集ブリストルエンジンがデザインしたものも含む、原型、スリーブバルブ式、タービン式、ラムジェット式、ブリストルミサイルによる設計も含む、ありがとうございます。